3人目を産んできました。今回は、個人病院でフリースタイル&自由で余裕のある出産を希望した。3人目だし、気持ちにも余裕ができていたので、女神降臨はなしだなと確信していたが、女神は私を選んでくれました。フリースタイルでいいというので、四つん這いで行き見逃しをしていたのだが、ふと目の前にある全身鏡を見たら、やつれてザンバラ髪を振り乱している自分の姿が、こんなの違う。余裕しゃくしゃくでスポーンの予定だから。今のは違うから。うーぬぬぬ、許せん。あいつがいるからか。と、なぜか、旦那の隣にいる姑に責任転換。両止めではないが、書くほどの確執もない姑なのだが、その場所にいることに腹を立てて、姑をまくし立てるザンバラの私。痛くない。全然痛くない。あいつが出ていけばもう満タイ。だいたい、なぜ呼んだお前。藤子藤子。と、旦那に矛先を変え、散々旦那をけなした後に、急に頭によぎった歌を口ずさみ出した。いいぬーの、おまわりさん。困ってしまって、ワンワンワワン、ワンワンワワン。違うから。ワンじゃ弱いよ。弱すぎる。バウバウに変えよう。もう死んでしまいたい。ビデオ見るまでは、すっかり忘れていたので、出産後、姑が産院に来ないのを不思議に思っていたが、謎が解けたよ。